少し別の角度から考えてみよう。彼は殺すことに快楽を覚える性質のようだ。しかしここは VR ワールドであってリアルワールドではない。例えば HP を全損してゲーム内での死を迎えても、その事実は通常現実の肉体に何の影響も及ぼさない。 VR ワールドというのは本来安全な場所なのだ。あんたが言うなよと突っ込みたいけど、今は置いとく。ありがとう。さて、この死とは無縁の世界において彼はなぜ殺人の快楽を味わうことができるのだろうか。それはこの世界がめちゃくちゃリアルだからじゃねえのか。以前にあんたが言ってたよな、この世界の極めて現実に近い死はリアルの肉体にも影響を及ぼす可能性があるって。逆に言えばそれって殺す感覚もリアルに感じられるってことだろう。例えばアンダーワールドくらいには。その通り。しかしそうすると次の疑問が生まれる。ここはアンダーワールドではなく一般に開放されているカジュアルな VR ワールドだ。なのになぜここまで死がリアルになってしまった。それも以前に聞いたな。ここがガラクシアの影響下にある世界だからだ。ガラクシアというと過去の思い出をみんなで追体験できる拡張機能。大きな特色は感覚や感情までがリアルに蘇るほどの再現性だっけ。その効果はシステムが異常を起こした今も正常に働いてんだよな。何でも細やかな感覚や心の動きまでもデータ化して取り扱うシステムを作り出し、臨場感を飛躍的に高めたと聞いたが。つまり脳と VR 機器の間でやり取りされる情報がより多様化し、質的にも量的にも向上したということだ。逆に言えば飛躍的に増大した情報をユーザーの脳に受容させなければならない。ガラクシアの本質はこの受容させるという部分にある。要するにこれは情報の超高精度化に加え、客体由来の情報に対する感受性を高めることでユーザーの意識に影響を与えるシステムなのだよ。いや、分かるように言ってくれよ。うん、そうだな。例えばクライン君が美しい夕日に感動しているという状況を VR ワールド内で作るとしよう。似合わねえな。うっせえよアルゴ。それでクライン君の脳内に美しい夕日を投影し、それを見たクライン君が感動する。これが従来の VR 技術だ。対してガラクシアはクライン君は美しい夕日を見て感動したという情報をデータ化し、丸ごとクライン君の意識に受け入れさせることができる。自我、主体、自己意識、言い方はいろいろあるが、そういった個々人の持つ隔壁を取り払い、外部データの干渉を容易にするわけだな。自我に干渉って、そんなこと可能なの？自分以外のものが持つ情報によって自我を補完する、あるいは再構成するという試みは以前にも行われてる。アンダーワールドで俺が救われたのがそうだし、オーディナルスケール事件の時もだな。重村優奈君の人格再現だね。結局完全な形では果たせなかったようだが、ガラクシアの場合そこまで劇的な作用を狙ったものではないだろう。とはいえ主体が客体、外部からの情報を受け入れ続けると影響は確実に現れる。相互に干渉し合い、両者の境界は曖昧となり、結果あらゆる情報に同調し一体感を覚え、共感しやすくなる環境が生まれる。これがガラクシアのもたらす臨場感の正体だよ。先生、質問。何かな、深次郎君。さ、確認なんだけど、さっき言ってた外部からの情報って単にこの世界で私が見たこと、聞いたことだけじゃなく、私以外の人が感じたこと、考えたことまで全部含むわけだよな。で、それが私の意識にも影響を及ぼすと。その通り。つまり、私が自分を SAO プレイヤーだと思い込んじゃったのは、このシステムのせいだろうな。なあ、その話はアスナから聞いたな。まずノーチラス。
エイジが SAO 自体の認識にとらわれ、アスナが取り込まれて、そこに負荷が巻き込まれたんだよね。そう、ここでは容易に現実が見失われ、誤った認識が伝播する。カーディナル君言うところの認識汚染だな。ああ、言っておくが、体験をデータ化し利用するというテクノロジー自体は至極真っ当なものだよ。絵、文字、そして写真や動画と情報を記録し共有する技術は常に人類の発展に寄与してきた。知識を広大に継承していく手段でもあるからね。ガラクシアにしても、拡張機能として実装されたバージョンは種々のセーフティーに守られ、ユーザーに悪影響が出ないようになっていたはずだ。ただし、そこに誰かの悪意が入り込むと、こういう面倒な事態になってしまうということだな。そう、長くなってしまったが、以上を踏まえて話を戻そう。ガブリエルについてだ。俺にも分かってきたよ。あの強さの源になっている意志は、単純に力が欲しいとか、そういうものじゃない。じゃあ何なんだよ。多分、人を殺せる世界、人の魂をリアルに味わえる世界が欲しい。怖。そのイマジネーションとガラクシアの特性が、ここでの死をリアルなものに変えた。というか、風花が教えてくれてたんだよな。あいつはこの世界で人を殺し、殺せるんだって。その恐ろしさが今やっと理解できたよ。どういうことなんだ。まずガブリエルが人を襲う。襲われた人間はリアル世界と同じく苦痛や恐怖を覚え、こいつは死をもたらすものだと認識する。そしてこの世界の特性により、その認識はガブリエル自身に伝播し取り込まれ、セルフイメージを強化する。それが何度も繰り返される。他者の恐れがガブリエルを完璧な死神へと近づける。するってと、つまりあいつが強えのは怖がられてきたからで、さらに怖がられればもっともっと強くなっちゃう。そういうこと。しかもガブリエルへの恐怖は犠牲者からまだ生きているプレイヤーたちにも広がってしまう。そしてそれがまた奴の自己認識をより強固にするというわけだ。以上のサイクルはこの世界の法則および真意によって後押しされている。その影響と効果は絶大だろうな。恐怖の拡大再生産かよ。シャレにもなんねえよ。なんか対抗する手段ってないの。あると思う。あるの。それも非常にシンプルなものがね。彼、ガブリエル・ミラーに対し一切の恐れを抱かなければいい。対峙した時に対象がわずかも怯えず、死の運命を完全に拒絶できたならば、その意思は本人のみならず彼のセリフイメージにも反映され、死神としての絶対性を失うか。そう、どの程度かは不確定だが、悲願の戦力差は確実に縮まるだろう。いや、リアルに近い死がある世界でわずかでも怖がるなって無茶ぶりだろそれ。理屈はわかるけどな。んだよんだよ、おめえら弱気だな。ビビらず立ち向かえばいいってだけだろ。楽勝じゃねえか。から元気も時には有効だけどな。今回はそれだけじゃ解決しないぞクライン。から元気なんかじゃねえよ俺様はな。今この場にあの野郎が現れたとしても、すぐさま刀を抜いて勇敢に。あ、クラインさん、後ろ。ものすごい跳躍力ね。シャーロット、何かあったのか。カーディナル様から伝言。この近くのエリアに怪しげな反応があるから、みんなで調べてほしいって。怪しげな反応、守護者か。おそらくはね。うん、了解した。詳細な座標はわかるかね。今私たちがいる GGO 世界の端、準備ができたら案内するわ。ガブリエルがまたいつ現れるかわからないし、あまり余裕もないんだったよね。うっしゃ。
みんなすぐに準備を整えて倒しに行こうぜ。その体勢じゃなければかっこいいセリフなんだけどな。ここも GGO なのね。 GGO 由来の世界はいくつか見てきましたが、どこも荒廃していて虚無的なのは共通していますね。このような景色を見ているとなんだかハッとするよね。あれ、私何か変なこと言った？って、あ、そっか、二人とも ALO のプレイヤーなんだっけ。いや、別に荒れ果てた場所が好きってわけじゃなくて、私にとっては馴染みのある景色だから。レンさんは GGO 一本なのよね。うん、そんなに長くやってるわけじゃないけど、やっぱり荒野とか砂漠とか廃墟とか見るとちょっと落ち着くよ。ああ GGO だなーって感じがして。ただ一番心強いのはピーちゃんと一緒だってことかな。ピーちゃん？この子、頼れる相棒。なるほど。どんなに困難な状況であっても、慣れ親しんだ武器が手元にあるというだけで力が湧いてくる。よくわかります。そうね、同感。それにピンチの時とか励ましてくれたり、敵を倒すためのヒントを教えてくれたりするしね。ヒントを教えて？時々うるさいし口が悪かったりするけど、私はピーちゃんの声を聞くともうちょっと頑張ろうって気になれるんだ。そうね、わかるわ。愛獣を持ってると元気になるとか勇気が出るとか、そういう比喩的な意味よね。怖がりで内向的って自覚があるからね。みんなの足を引っ張らないようにしないと。避けなさい、ね。出た。守護者。お願いします。スピードなら負けないよ、レンさん。置いていかないでくれよな。リロードしなきゃ。やる気なのはいいけどよ、この巨大さは一筋縄ではいい。
Yeah!
you
変な事件が起きた。以下に可能な限り経緯を記録しておく。先日、私は弱々しく消滅寸前だったキャラクターデータの再現に成功した。私はそのことを誇らしく感じていた。多分怪我をしている小動物を助けたような達成感を覚えていたのだと思う。彼、ガブリエル・ミラーは口数が少なく、感情らしい感情も見せなかった。特に敵対的でもないからモブの NPC なのだろうか。にしては衣装が仰々しいというか、重要キャラのような雰囲気もあるのだけど、スタッフさんの中にはヘビーなプレイヤーもいるし、もしかしたらこのキャラクターについて何か知っている人がいるかもしれない。私は成果報告も兼ねてスタッフさんたちに彼を紹介しようとした。そしてそこで事件は起きた。これから先のことはあまり思い出したくない。ガブリエルは一人のスタッフさんに無造作な足取りで歩み寄り、その喉元を掴んだ。何かが折れ砕けるような音がした。床に崩れ落ちるスタッフさんを尻目に、彼はゆっくりと剣を抜いた。ここは ALO のサーバー内に設けられたテストルーム。仮想空間であり、当然人が死ぬようなことはない。なのに、そのはずなのに、突然死が強烈なリアリティを帯び、殺されるという恐怖が部屋の中に広がった。そこからはもうパニックだった。悲鳴と怒声が連鎖する大混乱の中、私は必死に逃げ、テストルーム片隅のデスクの陰に身を隠した。さあ、最大のお楽しみだ。君の魂はどんな味だ。どこか歌うようにつぶやきながら、ガブリエルはゆっくりと室内を歩き回っている。無表情で感情の読めない顔なのに、なぜか私を探し求めるその目だけは異様な光を帯びていた。そこにあるのは欲望と執着。空腹の獣が極上の獲物を狙っている時のような。みんな死んだ。すぐに私も殺される。それは絶対に避けられない運命。なぜだかそんな思考で頭の中が塗りつぶされる。正常な判断力が失われていくのを自覚しつつ、私は必死で考える。できることはないだろうか。この状況をほんの少しだけでもマシにするような手は。そういえばネージュはどうしただろう。無事でいるのかな。彼女と合流して相談できれば何かいい方法が。今回はここまでだな。また中途半端なところで。ガブリエルの倒し方については何の情報もないじゃないか。すみません。お主が謝る必要はない。それに収穫がゼロだったわけではないぞ。例えばスタッフを手にかけた犯人が風花ではなくガブリエルであることは確認できた。はい、それについては良かったです。風花さんに疑いが向いたのはテストルームの入室記録から。私もログを確認しました。確かに入室した中で無事だったのは風花さんただ一人。他の方はみんなデッドとなっています。しかし手を下したのがガブリエル。風花さんによってデータから再現された存在だったなら、入室記録がないのも当然の話よね。そうですね。ええ、少し心が軽くなりました。で、今回の手がかりを見るにヒースクリフの推測もおそらく当たってるな。ガブリエルは死のリアリティを現実と変わらないレベルにまで引き上げられるってやつ。風花さんの記録描写から判断すると、テストルームにいた方たちは恐怖により極度のパニック状態に陥ったと推測されます。ログアウトを試みることすら忘れ、まるでリアルの世界で襲われたかのような反応を示していますから。徐々に事情が明らかになり、また一歩前進というところがな。
一歩程度じゃ何の意味もないでしょ先輩。今必要なのは一気に状況をひっくり返すような何かだ。わざわざ手に入れろと言い残すくらいなんだから、手がかりにその程度の期待を抱いても罰は当たらないと思うんですがね。文句の多い男じゃない。状況をひっくり返すか。そういえばこの後風花とネージはちゃんと逃げ延びたんだよな。俺たちに出会えたわけだから、ガブリエル相手に何か相当思い切った手を打ってそれが功を奏したんだと思うけど、そのあたりは覚えてないのか。はい、ごめんなさい。あ、そっか、まあ、仕方ない。何か気になることでもあるの？まあ、あるといえばあるんだけど、いや、やめとこう。今はまだ口にする段階じゃない。名探偵にでもなったつもりかい？別にそういうわけじゃないけどさ、確証が出るまで言わない方がいいことってあるだろ。とりあえず最後の手がかりを探そうぜ。今度こそ決定的なものが出てくるかもしれないし。どうだかね。僕はそろそろ方針を変えて、そっちに割く時間と労力を他に回した方がいい気がしてるんだが。あの、ちょっといいですか？なんだ、記憶が戻ったのか？いえ、そうじゃないんですけど、私も一つ思いついたことがあって。よく考えて口にしたまえよ。聞くに値しないことだったら。この人の言うことは気にしなくていいわ。聞かせてください、ネージュさん。はい、その最後の手がかりなんですけど、探し出すのに全力を尽くした方がいいと思うんです。そう考える理由は？すごく突飛なことに聞こえるかもしれないですけど、最後の手がかりの中身は風花を蘇らせる方法だからです。多分